今回は、腸内酵素力でボケもガンも寄りつかないを紹介します。間違った酵素健康法に騙されるな日々の習慣で若さと長生きを実現しよう。アメリカで県にある専門家が選ぶベストオブサプリメントアワード6度受賞。酵素研究の最先端を育長者が 腸内酵素力の上げ方を伝授。酵素は人体でしかも腸で圧倒的に作られる量が多いだから酵素を飲んでも体内の酵素が即増えるわけではないグリーンスムージーは体には悪くないんですよ便秘にもちろん効果的でもタンパク質を食べることと一緒だったのですってショックですがいろいろと目を覚まさせてもらった感じです だからこそ酵素は本当に健康に大切そしてそのために腸内環境を整える必然性を学びましたエセ科学に美子と書いてある側面があります○○丸々を食べればすぐ解決という単純な解説書ではありませんでも小難しくなく楽しく読めました以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。